ジョージナリー・ブルームバーグは、アメリカ合衆国の馬術選手である。ブルームバーグの創設者で、元ニューヨーク市長のマイケル・ブルームバーグの娘であり、慈善家でもある。ブルームバーグは、ニューヨーク市で、父のマイケル・ブルームバーグと母のスーザンの間に、生まれた。4歳年上の姉のエマがいる。マンハッタンのスペンススクールを卒業し、2010年にニューヨーク大学、ニューヨーク大学ニューヨーク大学、 ギャラティンスクールを卒業した。2012年、ニュースクール大学のパーソンズ美術大学で、ファッションデザインを学んだ。ブルームバーグは1987年に4歳で、乗馬を始めた。1989年には、競技を始め、アメリカ東海岸の主要なホース賞で、ベストチャイルドライダー賞を受賞した。2000年には、障害飛び越し競技に出場し始めた。2001年、 18歳の時にアメリカ合衆国馬術チームのタレントダービーで優勝した。2003年、ブルームバーグは個人で金メダルを獲得した。2004年、21歳でプロ選手となり、同年、マキシン・ビアード賞を受賞した。トロントで開催された2015年、パンアメリカン競技大会では馬術競技のアメリカ代表チームに初めて参加し、 障害馬術団体で銅メダルを獲得した。ブルームバーグは馬術競技を題材にしたヤングアダルト小説を執筆している。23歳の時、ブルームバーグは慈善団体、ライダーズクローゼットを設立した。この団体は新品や中古の乗馬服やブーツを集めて治療用の乗馬プログラム、ポニークラブ、大学間の乗馬プログラムや その他必要としている人に提供している。ブルームバーグは、現在、ハンプトンクラシックホース賞や、エマジョージナブルームバーグ財団、ブルームバーグファミリー財団の理事を務めている。ブルームバーグは、アメリカ馬術チームの評議委員会の理事を務めている。また、アニマルエイド USA の副会長である。2016年、アメリカ人道協会はブルームバーグに対し、 すべての動物を保護するためのたゆまぬ努力に対して、コンパッション・イン・アクション・アワードを授与した。ブルームバーグは、パピーミルによる犬への非人道的な扱いを、なくすために、アメリカ人道協会と協力して、ペット養子縁組を提唱するフマネジェネレーション、フレンズ・オブ・ヒン・コミッティを創設した。ブルームバーグは2013年に12月に、アルゼンチン出身の恋人で、 スキージャンプ選手のラミロキンタナとの間の男児を出産した。ブルームバーグは現在4匹のレスキュー犬、1匹のレスキューヤギ、2匹のレスキューラバ二2匹のミニホースを飼っている。ホーブス氏はブルームバーグをモースとイントリギングビリオネアエレスの一人に選んだ。ブルームバーグは先天的に脊椎が不安定なために骨折しやすい、脊椎滑り症という病気を持っていた。 2002年、トレーニング中に背中を骨折し、半年間装具を装着して回復した。その後、ブルームバーグは再び背中を骨折し、馬から落ちた後に軽い脳振盪を起こした。その数日後には、ブルームバーグは競技への復帰を熱望していたと報じられた。ブルームバーグは、最終的に2011年に背骨の形を整える手術を受け、 回復のために8ヶ月の休養を取った。ありがとうございます。